言っちゃいましょう。金庫賞の、キーワードですが、金庫賞は金庫賞、そして4歳、5歳、そして怪しい3番人気です。詳しく教えてください。はい、まずは金庫賞、金庫賞なんですが、はい、金子誠さんといえばすごいバウンの持ち主と言われている馬主さんですが、うん、今回の金庫賞なんと4頭出しです。12頭立てなので3分の1が金子さんの所有馬ということでまさに金子賞状態。はい、はい、そうだね。サンデーレーシングとかシルクとかね、キャロットじゃないわけですから、一、はい、人の馬主さんですからね、とんでもないことですよ。はい、馬主界のスーパースターですから、斉藤君も憧れますね、これは。そうですね、やっぱりあの部屋に金子さんのポスター貼りたいぐらいですけど、今あの部屋のポスターの武藤圭司とグレートブタなんで。ああ、ちょっとそれもいいけどね。武藤ないでしょ。金子さんに変えよう。はい、うん、そうすると子供が怖がってるよ、グレートブタ。はい、では残りはあの後ほどやりますね。はいはい、さあ発想指数適当全然どうでもいいよ。もういいもういいから。はい、じゃあ13球という決着でした。13球、はい、はい、ありがとうございます。では、先ほどの、ね、続きですね、金庫賞のちょい出しキーワードを2つ目からいきましょう。はい、うん、はい、さあでは1つ目はですね、金コーナーの4頭に注目ということでした。はい、続いて4歳と5歳ですが、金庫賞はここ10年4歳馬と5歳馬が好走するレースで、うん、合わせると8勝2着7回3着8回となっています。うん、はい、馬券の中心は4歳と5歳が良さそうです。はいはい、はい、引っかかるのが新田早やっこルビーカサブランカバイオスパークポタージェですね。うん、はいはい、となると金子さんの馬で残ったのはマリア・エレーナ1頭になっちゃいましたよ、うん、キャプテンさん。あ、そういうことになるのか。はい、あ、年齢でね、引っかかっちゃうんですね、他はね。はい、ちなみに4歳と5歳の比較では4歳の方が好走が目立っていて6勝2着3回3着1回となっています。はい、なるほどね。はい、うん、はい、ベングロッテンと山西さん、ベングロッテンと山西さん、はい、はいはいはい。さあ、そして怪しい3番人気ですが、金庫賞は1番人気が強くて過去10年で5勝2着1回3着1回で、うん、はい、勝率 50%、 馬券圏内率は 80% です。はい、2番人気も馬券圏内率 50% とそこそこなんですが、3番人気は1着1回のみとかなり頼りないので、うん、これは偶然ではありますが疑ってもいいかもしれません。はいはい、これ3番人気は何になりますか。フェングロッテ、フェングロッテンか。フェ、ね、はい、ングロッテンはでもさっきまあいい方で上がってましたよね、一応ね。そうなんですよ。どう捉えるかですね、それは。はい、はい、ちなみに2番人気の次は4番人気から6番人気の構想が目立つので、1番人気との組み合わせを狙ってみるのは面白そうです。はい、現時点で4番人気が、ヤマニンスアルバム、5番人気がディープモンスター、6番人気がポタジェということですね。はい、はいね、はい、はい、ということで信じるか信じないかはあなた次第。いいよ、細かいことは気にせずにヒントにしてみてください。さあでは、そろそろお時間ですが、次回のウィニング競馬は3月18日土曜日になります。早すぎるだろ。